どうも PO25 ですというところで、動画の方撮らせていただこうかなというふうに思っております。よろしくお願いしますというところで、もうすでにね、右上の方に若干見えてしまってはいるんですけれども今回はユリ漫画関係の動画、そして、作品紹介の方をやらせていただこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。はい。ただですね、今回この私が作品紹介で紹介する作品なんですけど作品って言葉いっぱい出てきたなね、作品なんだけど、すでにね、動画の方で何回かね、題名出してるんですよ。なんならね、お手軽ユリ漫画紹介出してるし、もっとなんならのこと言うと、この長い紹介のやつも取り直しなんですよね一応一本なんかデータとしては残してあるんですけど、まあちょっとなんか気に入らなかった部分も若干あったので、ちょっと取り直してみて、どっちがいいかなっていうのを比べながらやろうと思って、今撮り直しになってるんですけどまあそんなね、今回どの作品紹介していくのかっていう話ですよ。今回紹介する作品こちらになります。ドンというところで、小春と港、私のパートナーは女の子という作品をご紹介していこうというふうに思っております。はい。まあ多分ね、何回か出てるなという感じた方もいるんじゃないでしょうか。ただ今回私はですね、内容の部分も読んでまいりましたので、こう内側の魅力というのをお伝えできたらいいかなというふうに思っております。ではやっていきましょう。スタートです。というところでね、カットは言えないんですけどもまずは最初にね、じゃあ発売日系の情報を入れていきましょう。この作品2023年7月の18日に発売された作品でございます。まだまだ最新作ですね。発売元は安心と信頼のゆり姫というところで、でこれ気づいた方もいるんじゃないですか。そう、7月の18日にゆり姫から発売というところで、ゆり姫だよねゆり姫から発売というところで、笹恋とね、同じ日に発売されてるんですよね。だからもう同時買い必須かなというふうに思っておりますが、作者さんの方はヒアルロン先生という方とだるま先生という方がですね、2人で書いている作品になります。はい。私この作品を知った経緯なんですけど、だるま先生のツイッターをフォローしてたのか流れてきたのかわかんないんですけど、タイムラインバー見てたらこの表紙がパシーンと目に留まりまして、でその瞬間に絵柄が好みだ、この作品買おうと究極の表紙がいいですよね。でしかもその後、そのね、バッて絵柄が最初に目に留まって買おうって決めたツイートが多分最初の告知とかだったのかな、発売日付の3週間前とかだった気がするんだけど、パシェーって見つけまして、これいい、買おうって思ってから何一つこの作品のこと調べなかったんですよこれ究極の表紙買いだなと思うんですけどまあただ調べなかったことによってですね、私アニメイトで買ったんですが、ちょっと驚くことになるっていうのはねこれまたこの作品の魅力ではありますので、ご紹介していこうかなと思うんですけど、はい。というところで内容の方入っていきましょう。ね、この作品の、最大の強み、一番の魅力であるところをいきなりお伝えしようかなと思ってるんですが、この作品なんとですね、エッセイ漫画となっております。はい。皆さん、エッセイと言われて、パッと意味わかりますかね？私、わかんなかったんですよね。だから、調べちゃいましたね。読む前にね。エッセイって調べたら、実体験をもとに描かれた漫画だったりとか、文章だという検索結果が出てきまして、つまりはですね、この作品ノンフィクションなんですよね。これはびっくりしたね。私もだからアニメイトでこれもあってさ、目の前に笹恋と一緒に買おうと思ったから端数出したいじゃん。だからこれ値段見ようと思ってわーって裏見たんですよ。そしたらここにね、これはノンフィクションですって書いてあって、そこで初めて聞きました。ノンフィクションなのこれってあの時は衝撃だったね。びっくりしたねというところで、のエッセイ漫画であるからこその、魅力というんですか、強みというんですかね、そういうものも実はありまして、今回私これを一番皆さんに伝えたいなと思っているんですけど、お話しさせていただきますね。この作品エッセイだからこそある魅力、それがありえるありえないが詰まっている一冊なんですよ。名言っぽいのを飛び出しましたが、どういうことかと言いますとですね、まず一番最初のあり得るという点、これがですね、実体験をもとに描かれているものになってますので、ぶっ飛んだ設定ではないんですよ。シチュエーション全部がこう日常的にも本当にあり得るようなシチュエーションなんですけど、二つ目のあり得ないですね、マジって思うぐらい
甘いユリなんですよね。これ実体験なんだってぐらいめちゃめちゃ甘いユリで、これ本当かって思うぐらいなんですよ。だからだからこそありえるありえないが詰まっている一冊になります。はい、決して私がですね、アリエル・ミランダだったり、アリエル・マルティネスの話をしたいわけではありません。まあ、話してもいいですけどね。アリエル・ミランダの話しますか？私好きでしたね。あの、初登板ね、あの、2018年のね、西武打線をね、8回途中までノーヒットとかだって、8回ワンアウトだっけ？までノーヒットでね、抑えられて、ノーヒッター食らうんじゃないかと思いましたけどね。まあ、最終的に秋さんがセンター前かなんか打って、ちょっと防いだんですけど、危なかったですね。まあ、というところで、ここがね、最大の魅力かなというふうに思っております。そしてね、この作品ね、超絶ほのぼのしてるんですよ。うん。やっぱりこう、現実的だから、本当にほのぼのしてて、そういう点ではですね、あの、日常系好きな方っていうのもね、すごいおすすめなんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、この作品ね、本当に貴重な一冊だなと思ってて、というのもですね、私たち、まあ私だけかもしれないけどね。もしかしたらね。やっぱ我々としてはさ、ユリ漫画読んできたわけじゃないですか。だからね、こう、ユリという世界を、まあ知ってる気になってはいましたけど、正直その、現実として知らない世界だったわけじゃないですか。なんか幻想としては、まあ知った気になってた。まあ言っちゃえば知ったかですよね。知ったかしてた世界線の、まあ、真実というのを教えてくれる作品だなというふうに思ってまして、非常に貴重な一冊だなというふうに思っております。一応私、これ台本の方にですね、例の方を書いてきたんですよ。皆さんに分かりやすい例。ちょっと読み上げますね。メジャーリーグの試合を例に例えますと、MLB の試合って日本でも見ようと思えば結構簡単に見えるんですよ。というのも、MLB.tv というものに契約さえしてしまえば、どのチームの試合も見ることができるんですけど、じゃあ実際現地観戦って簡単にできなくないですか？日本からだと。そうですよね。だってまず飛行機代とか取ったり、チケット取ったり、あと宿泊先も決めなきゃいけないしというところで、なかなかね、大変だと思うんですよ。で、この作品はそれをですね、その人がですね、現地で観戦する感じなんですよね。私ね、正直MLB というのは現地で見たことがありますので、なんかそれと同じようななんか感覚だったわけですよ。そうなんですね。やっぱりね、違いましたよ。現地で見る MLB って本当にそれと同じなんかね、新感覚なんですよ、この一冊も。そう、やっぱりこうなんか真実を知るってこういうことなんだなって思いました。やばい、ここら辺なんか撮り直し前とほぼ同じこと言ってんな。というところで、それも一つの魅力かなというふうに思っております。またですね、こうエッセイ漫画特有の雰囲気、このというのもまた一つこの魅力かなというふうに思ってまして、なんかみんなエッセイ漫画って他に読んだことありますか？私ですね、似たような、なんかエッセイ漫画なんか分かんないけど、実体験をもとに書いてあるような漫画って実は読んだことがあって、それが戦いお母さんという作品、皆さんご存知ですかね。あれを私なんか家にありまして、それに読んだことがあるんですよ。あとはほら、うちの三姉妹とかもアニメで見たことあるんであれなんですけど、やっぱなんでしょう、エッセイ漫画ってさ、ああいう感じの漫画ってさ、実体験をもとに書いてるからこそお話って続かないじゃないですか。その同じ漫画内に入ってる1話2話3話とかでもお話って続かないじゃないですか、やっぱり。だからこそのその独特の雰囲気、1話完結なんだけど、じゃあ作り話系の、まあ、ギャグ漫画とかもそうですけど、1話完結のお話って1話のインパクト強めが多いじゃないですか。なんかこうやっぱり1話の間に起こして落とさなきゃいけないから、ギャグ系ってね。だから結構1話のその循環が早いというか、なんか強めの漫画ドーンって1話載ってるのが何個も詰まってるみたいなのが1話完結系の漫画だと思うんだけど、エッセイってそうじゃないじゃないですか。やっぱりこう実体験なんで、その強めの話ではないんですよ。だからこそに感じる超絶ほのぼのした感じ。なんかそのお話が続いてる日常系とはまた違う、なんかそういう魅力っていうのがあるなというふうに感じましたね。
なんだろう、やっぱりこう事実っていうのも一つの魅力なんだなって、こう強いユリね、すごい描写的にも強いユリもいいし、逆にこう強くはないんだけどお話が綺麗で感動的なユリっていうのもまたいいけど、このなんていうんでしょう、この作品みたいにこう事実に近いユリっていうのもまたいいんだなというふうに思いました。いや、とにもかくにもね、やっぱりこう実際のねカップルの話を聞けるというのは本当になんか資料みたいですよね作品というか資料みたいだなというふうにも感じましたというところで、まあ、10分ぐらい経ったのでここで終わりにしようかなというふうに思います。はい、多分連載してるということは、あれ連載してるって言ったっけ、まだあのゆり姫であの連載してるらしいです。だから続くんだろうね、非常に楽しみですありがとうございますというところで、チャンネル登録の方もねお待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、アイエル・ミランダさん懐かしくなっちゃったなというところでバイバイ